い、毎度50代ダンサーダンマスのゆきです。今日も、先週やったかかとつま先の応用編やっちゃいます。前回はかかとつま先、フレックスターンってですねやりました。そのフレックスターンに今度首もつけましょう。首をつけてネックをフレックスターンになります。どういう風になるかっていうと、前回の動画を見てください。もうこういうところとかはね、ネックをフレックスいきなりちょっと今回このままやっちゃいます。短い動画なんで最後までお付き合いください。最初はこのままこっちにこの間言ってたのを首を左に向けましょう。斜め45度。次はこっち右のかかとが上がった時に首を右の肩の方へ斜め45度に向けます、ね、体は振ってます。ワン、ツー。次のクロスするときに正面に向きます、はい、そして足を入れ替えたときに右を向くんですけど、右向いたときに右の肩に顔が、首が、顎がつきます、はい、で次ターンするときにこの体がねじれてくるんだけど、この今足がね、つま先が向こう向いています。次はつま先が向こう、一番後ろへ向くときと首と肩が全部揃います。ここで揃ったらすぐ右に向きながらターン、ね、あこっち側にと揃えながらで戻します。どんな風になるかっていうと、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。常に首は左右左右って向いてるだけなんで、最後の6の時にこうなってます。左右左右左右、そうです。こっち側に戻します、ね、カウントでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。左右左右ってやってるだけです。でターンした時が一番ちょっと重要なんで、ここで首をこう肩、右肩に当たったらまたこっち側当てに行きます。当てに行って跳ね返りながらこっち向きます。でこうなるんで、こうやると首と全部ね、全身がこうねじれたような感じでターンできます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン。これが、かかとつま先を使ったネックをフレックスターン。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ほなー。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、今後の励みになります。ぜひともよろしくお願いします。